バーがいるらしい。え、なんかみんな分かってないみたいだけど、ね、どれどれってなってますけど、はいはい、え、分かんないみたいなんでこっちから示させていただきます、はい、和歌山県の山本るかちゃんと、はい、鹿児島県の下沖かりんちゃん、あなた方です。前に出てきてください。はい、お願いします。るかちゃんとかりんちゃん、よろしくお願いします。はい、木内さん、あのね、はい、ただのブリッジじゃなくって、ほうほうほう、スパイダーウォークができちゃうらしいんですよ。スパイダーウォークって何ですか？何でしょうね。え、下沖かりんちゃんは、うん、スパイダーウォークって何ですか？ブリッジをしたまま歩きます。ブリッジをしたまま歩く、体力勝負ですね。はい、いやー、できるのかな、このちっちゃい体ですけども ね、 楽しみですね。ブリッジするだけでも大変だと思うんですけども、はい、じゃあルカちゃんとカリンちゃん、はい、大丈夫ですか？ではお願いします。頑張れ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 。おー、ブリッジできました。こっから歩く。歩いてる歩いてる。うわ、なんかでもアイドルらしからぬ絵なんですけども。あー、すごい。せーの、シャキーン。あー、すげー。せーの、せーの、私たちスパイダーガールズ、シャキーン。おー、皆さん拍手。すごい。うわ、もう顔真っ赤になってますけどもね。いや、すごいですね。これ歩くのなかなかできないと思うんですけども、だいぶ練習したんでしょうね。はい、まあ、お二人の、はいはい、素顔に迫りました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう一つ行きましょうか。はい、行きましょう。メンバーは見た、あるダンスが得意なメンバーがいるらしい。あるダンスっていうのは、まあね、皆さんも歌って踊るアイドルなんで、まあ、ダンスはね、何でもできるとは思うんですけども、はい、出てこないですね。では私の方から指名させていただきます。宮崎県の矢口もかちゃん、あなたです。おもかちゃん、よろしくお願いします。あの、今の出てき方で何となく想像できるかと思うんですけど、もうね、うん、足元見てください皆さん。え、もちろんモカちゃんの特技はバレエです。おー、バレエの、じゃあバレエを見せていただきたいと思います。あの、ちなみにですね、何歳ぐらいからやってるんですか？3歳からやってます。3歳ってことはもう10年ぐらい。はい、10年。あー、バレエ10年。じゃあどんな坊主ができるのか、ダンスができるのか、やっていただきましょうか。はい、さあ、まずはですね、ウォーミングアップが必要ということで、うん、おー、バレリーナだったら当然のこのね、つま先立ちなんですけども、大丈夫ですか？ウォーミングアップで微調整していただいて、さあ本番ということになりますけどもね。え、会場から頑張れって声が届いてますけど、うん、頑張れ。じゃあお願いします。さあ、準備は大丈夫ですか？はい、では行きましょう。お願いします。いやー、今このステージに白鳥が1羽舞い降りましたね。どうでした？いやー、すごい。緊張しました。緊張したって木内さん。いやー、でも全然そんな緊張してるのは皆さん全くわからないですよね。え、プロ並みの腕前で。もう一つ難しいポーズもできるそうですね。え、どんなポーズですか？浅田真央さんが足を上げるじゃないですか、スケートで、うん、あれです。あれですか？おー、じゃあやっていただきましょう。真ん中に来て、はい、ではお願いします。あー、すごい。うわ、柔らかい。すごい。いやー、お見事でした。ありがとうございます。いやー、もう本当にただでさえ可愛いのに、うん、もっと可愛く見えましたね。魅力が倍増しましたね。ねー、
はい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 。なつきちゃんことあるんですけど。何鶏のモノマネしたくない。鶏いや、鶏のモノマネ。あ、もう全然 OK です。全然 OK です。あ、うん、私もえ、セリコさんも、はいはいはい、セリコさん、あ、芦田愛菜さんのモノマネをやる、芦田優さんのモノマネをしたなんかややこしい、モノマネをしているモノマネですね。そうですね。はい、じゃあ鶏と芦田愛菜ちゃん、どういうつながりか分かりませんけども、ではお願いします。お願いします。あっあのね、鶏がいるよ、芦田愛菜だよ。あのね、何を言ってるの、芦田愛菜だよ。あのね、うるさいよ、芦田愛菜だよ。ありがとうございました。あの今のは鶏の声で目覚めた芦田愛菜ちゃんというところですかね。そうそうそう、そういうコント的なものも含まれてる。鶏はまああれですけど、愛菜ちゃん似てましたね。鶏ですね。いやー、でもナチもすごいね、鶏。これどれぐらい頑張ったんですか、練習は。3日でできるそうですね、皆さん。鶏ね、もっと磨いて、はい、もっと芦田愛菜ちゃんをもっと綺麗させる鶏を目指していただきたい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではここからですね、はいはい、もっとこの AKB48 チーム8の皆さんを好きになってもらえるように、はい、ライブステージに移りたいと思います。